はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。今回ですね、前回が海底王のところにね、魔物を連れてったりねして、不思議な石板を2つほど手に入れて、あとはクレージュ地方とリートルード・ハーメリア、メダル王の城あたりかな、そこら辺のモンスター回収してたんですけど、海ね、まだ回収してなかったなということで、海の敵ちょっとね、今までとまた違ったんで出てきます。マージスターボーンフィッシュ、海の守り神あたりは変化あったかな。あ、エルフローパー、これドラケ4にいましたよね。海賊がさあ援護射撃するじゃないですか。あと混乱させるモンスターもいるんで、ちょっとうろうろしながらね、何体か捕まえたいかな。海も地方によって違うんかな。不思議な踊りだね、本当にね。海は本当にまだ手つけてないからね。いきなり襲いかかってこないで。どれが出やすいんだろうな。あー、うざい。よかった。マジスター危ないね。あ、違う、何やってる。ここだ。最後倒したのがね、仲間入るんで。あとね、目撃してんのがボーンフィッシュと、まあ、今の海の守りがあるんだね。はい、ボーンフィッシュ。そんなにないんだったら、今回プロビナ、ルーメンのあたりは捕まえたか。ここら辺捕まえて、今回終わりかな。それで、もう乗り込みましょう。もうこんだけ強いからいけんじゃないって感じはするけどね。あんま強い技取りすぎても簡単になっちゃうから、どうしようかなと思ってるんですけどね。ただ何回か入る羽目にはなるかな。この門か、海の守りだと。まあ、出てくるまでちょっとカットしますね。はい、シードラゴンズが出てきた。海の守り神はなかなか出てこない。まさか、あ、攻撃しちゃった。これガマデウスと一緒に出てきましたけどね、雑魚キャラでは初ですよね。全員やる前に倒さなかった？大丈夫？あ、よかった。やっぱ場所変えたら敵も変わるのかな。
これって捕まえたっけ、岩取り悪魔。なんか出てきたような気がするな。カップペンギーかな。はい、グレートマーマンが出てきました。これ捕まえてないね。なんかいろんなの出てくるな。海底の多分設計図とかあるよね、今回。まだ手に入れてないもんね、おそらくね。海賊たちは振り払った。立ちて一人食らうね。食らわないか全員食らうか。どっちか。海賊たちは毒を受けたってなんのかな。全員毒受けるってことだよね。グレートマーマン部屋とか作りたいけどね、めんどくさそうだよね。なかなか出てこないし。作ってくださいって言うのは簡単だけど、やるのは難しいから、その分動画上がんなくなっちゃうからね。ゴールデンスライムはね、金策としてね、どうせ戦うからやったけど、はい、海底が長引きそうなんで、あの海底の渦ね、ハーミリアの左側にあるんだけど、このさ、宝箱さ、開けてないよね、おそらく。ここだ。セリフって変わんの？一番奥にさ、まあ、あいつ見て思い出したんだけどさ、グラコス5世いんじゃん。なんか2枚目だったら戦えなくなるっていうね、まあ、話をコメントでもいただいてるんだけど、ね、まさか魔王様が復活するとはな。うん？ああ、お前たちか。何をそんなに悩んでいるとかだと？決まっておるだろう。魔王様が復活された今、我らがどうすべきかについてだ。この町にいる者は皆戦いなどを望んでおらぬ。だが、やはり魔物としては、うん。ああ、こんなことなら魔王様など復活しなければ、いやいや、これは失言。ところでお前たちはこんな時に、こんなところまで来て何をしているんだ？何？魔王様を倒すべく旅を、それは。いやいや、人間などに何ができる。しかし、こいつらは確かに強い。うん、まあ、あれだ。死なない程度に修行に励めよ。そうだ、せっかく来たのだ。手土産にそこの宝箱の中身をくれてやろう。あ、そういうことだね。こいつは強いってことは一回戦った体なのか。戦わなかったらいきなりこの話になっちゃうのかな。じゃあ何つまらぬものだ。例には及ばんぞ。もう戦ったってことなんのかね、やっぱね。アルス、なんであいつこんないいもんをいきなりくれたんかな。俺らわけわかんねえぞ。やれやれ、これはやはりわしらに魔王を倒してほしいということでござろうな。もちろん頼まれなくてもそのつもりでござるが、なんとも複雑な気分でござるな。魔物が必ずしも魔王の復活を望んでるわけじゃないのね。まあ宝物ももらえたし、私たちにとってはラッキーだったわね。もらえたし、デーモンスピアだよ、ね、デーモンスピアは、まあ今となっちゃって感じはするけどね。お、いい感じに出てきましたね。なんで3、2体1体で出てきちゃうんだろうね。Cをかばってはいいけど、
C がこの B をかばい出したらちょっと嫌なんだよね。はい、フロッグキングが出てきたね。海いいんだね、こいつね。わあ、なんでリスンの？ベギラゴンがなんで単体なんだろう。結構な時間なってない？もういねえかなと思った瞬間これ出てきたからな。こんなところに出てきた。やっぱ場所によって違うかなっていう気もするけどな。あーだねあ、この海域にはこんなのいるのか。ギャオスがいる。あーまずいなこれな。強いんだよ。剣の前で削ろう。そう簡単に倒せる相手じゃないからね。ヤオスいるってことはあいつもいる？ヘルダイガー。ヘルダイガーはまあ別のところに出てくるらしいけど。ね。やべ、3回しかやってないのに仲間なっかな。ダメだった。3回じゃダメだよね。やっぱ5回やんないと結構きついから。やっぱ海域によって違うな。これも初だよな、キルゲーター。海賊さっき津波呼んだからね。you
これもとある場所に出てくるからね、一応ね。ってことは出てくんな、あいつな。ギャオスって出てきてなかったよね。出てきたって、自分なんか入れてるような気もするけど。今3回魔物なしやった。あ、バカだ。なんで剣もやってんの。4回やったな、これで。4回でも入るかな。入れば入るんだけどね。オッケーオッケー、よかった。ってことは いるよな、多分。ヒルゲータも1回しか出てきてないもんね。なんか取った瞬間出てくんだ、こういうゲームね。これ出てくんだ。これね、まあ、別の場所にもいいんだけど、暗黒つむり。ここら辺いるな。今はね、どこだこれ、コスタールの近くなんだよ。ルーメンの方から来て、ちょっと右の方行ったんだけど、上の方ね。あ、倒しちゃった。あ、倒しちゃった。これも仲間入れてない。あ、でも出てくる場所分かったからね。これと、まだいるはず。じゃあ、まあ、ここだね。この辺り、あの下からの細いとこ通ってルーメン行って、でもなんか似たようなしか出てこなかったからな。まだ多分他にもいるはずだけど、これが出てくるってことは、やっぱ出現はね。あ、あ、ダゴン、ダゴンも初だね。キルゲータもいるね。キルゲータ何回か出てきてんの、途中で3回連続ぐらい出てきてるから、ね。今回海だけかな。青の多いわ、海の敵。アルスもレベル39になっちゃった。上げるつもりなかったけど、多分全クリまでに40にはなるね。まあ、あんま気にしてないからね、そんなのね。上がっちゃうものはしょうがないもん。だって自分、こうやってね、取りながらやるから、まあ、こんなん捕まえないでね、さっさとクリアしたら、レベルは低いままなんでしょうけど。バトマス終わっちゃったな。あー、ダゴンがいるのか。待って、コスタールの右、コスタールだよな。待って、暗黒つむり。まだなんかいそう。ダゴン。もう一個だけ多分あったな。多分いるわ。勇者とかにもなれっかね。バトマスと、バトマスとかね。あと、魔法戦士とかね。いろいろあげてもいいけど。あげちゃうか、魔法戦士。じゃ、引き続き、そのモンスター探しますね。やっぱいるな。なんか出てきた。これなんだ？ワームスペクター。暗黒つむりも捕まえてないんだよね。これ初だな。待って、これ全部かな？ちょっと待って、図鑑見ればわかるね。地図形でもう数字が埋まってれば、全部暗黒つむり捕まえてちょっと見てみよう。多分そこで。調べてもいいか。何がいるか。多分ヘルダイバーとかも、海の敵でね。ルーメンあたりまで行かないと、モンスターってモンスター図鑑？モンスター図鑑じゃねえや。モンスターって乗んないじゃないですか、これ、このゲーム。あ、捕まえられないじゃないですか。モンスターパークまで行かないとね。だけど、ヘルダイバー出てきた時ってグラコス倒した時なんで、あの時に、あえてルーメンより前なんですよね。え、やっぱ先行くんじゃねえだろう。マルチアイの色違いこいつか。
多分マルチアイって色違いだっけってずっと思ってたんだ。ワームスケッチか。そうだね、海の敵だよな。いたね、そういえばいたね、こんなのね。それでヘルダイバーもそうなんだけど、ラストダンジョンにいるんだよね、ぶっちゃけ。海にはいないかも。だからギャオスとか出てきて、フロッグキングとかも出てきたから、あれと一緒に出てくるような場所なんだよね。キルゲータもそうだし、だからもしかしたらいるかなと思ったんだけど、暗黒ツムリもそうなのかなと思ったんだけどね、普通に出てくるから別アンドラス特定の場所にいるんです。ヘルダイバーはね、ちょっと忘れないやつをちょっと捕まえておきたいな。ちょっとね、道がね、何種類かあるんですよ。まあ今ちょっと言っちゃいますけど、ラスダンってね。だから、ヘルダイバーが出るルートとかもあるから、まあそんなのも紹介できればいいかな。捕まえると出だすんだよな。ダゴンも結構多いのかな、じゃあ。あと暗黒ツムリ捕まえれば。いいよね。で、他にもいるかもしれないから、もしかしたら。大体でももう出てきてよ。あと、お化けヒトデとかって出てこなくなったじゃないですか。だから1枚目で捕まえておいた方がいいんですよ、あれ。ルーメン行ったあたりだったら、まだ海の敵変わってないんで、自分結構回ってたじゃないですか。今回それ捕まえて、ちょっと図鑑見て、どうするようだったら終わろう。忘れてましたでもいいしね。後でどっちみち図鑑見ると多分取り逃してはないと思います。自分ちょっと調べるのはやってるんでね、ちょこちょこ。暗黒ツムリな、今な、捕まえとけばワームスペクターで終わってたんかな。なんかそんな気するよね。他出てきたよ、ダゴンも捕まえたし ね。出ました。他いなさそうだね。まだいいのかな、違う海域。もうだいぶ埋まってるような気がするんだけど、モンスター図鑑逆から見たらね、海の敵早く見れるから、まあ、まだ会ってないのはいるでしょうね。まさかまさかの海にはこんなモンスターがいると思わなかったな。すげえね、この動きする貝類みたいな。貝類じゃねえ、貝類になるのか。暗黒ツムリだかカタツムリだろうけど、一応貝類だよな。貝類ではないのか。だいたい捕まえただよな、これで。よし、298種類からね。おお、293。あ、まだいいね。まあちょっとボス見てね。アイテムいっぱいだとここの落とし物に乗らなくなるとか、なんかそんなのあったよね、確か。まあ別にいいけど、そこまでは気にしてないんだけどさ。あ、やっぱ282。282、281、お、281、280、うん、279、278、お、やっぱ連番になってる。277になって、275とかだったらなんか取ってないってことだよね。276でしょ。275、これ捕まえてない、まだ。274、お、お、お、273、海の敵じゃなくなったら、お、捕まえてんね。269、268、これ1個でも抜けてたら多分まだいるってことだからね。267、そうだね、デビルアンカー、こんなもんね。266、マルチアイも1回しか出ない。265、264、263、これ見たもんね、あそこにね。262、261、260、もうデスキャンサーもそうか。259、あ、あ、258、257、あ、ハンドルボックスだった。243、257だから、まあ、この間にいるんでしょうけどね。
まあ、そこの間は置いといて、陸のモンスターで海のモンスター後ろの方だ。もう全部コンプか。大体はもう捕まえたね、海のモンスター。よかった。よし、これでルーメンに行って預けて、まあ、ちょっとだけ見ようか。海っていうマップは、まだ多分ないと思う。確か。ただ、なんだ、船で動けるような範囲はあったからね。ちょっとモンスター見て終わろうね。一回止まんないと反映されないよね、確かね。よし、だいぶ捕まえたな。だからこうやって、これでさ、1ヶ月とかさ、プレイを忘れると、ヘルダイバー捕まえてないこと忘れてたりするからね。お金もすげえ貯まったな。よし、じゃあ次回は、もう最後。最後というか、ラストはいかないんだけどね。陸のモンスターまだいるからね、おそらく。それで回って、まあ、同じようなんだったとしてもね、いいし。でも、図鑑見たら大体埋まってと思うんですよ。あと、出てないのは、ラストダンジョンとかそういうとこだと思うからね。ラストダンジョンじゃないと出てこないようなのもいるしね。まあ、ドラケ恒例の隠しダンジョンとかもあるんで。だからそんな急いでやったってどうしようもないからね、そこはね。やっぱ捕まえてるわ。海どこだ？海、あ、こっちか。海っていうか、船がある場所。あ、やっぱり。お、キルゲーター。ガボゴボゴボ、これ溺れてんじゃねえの？ガボここにいっけどね。グオーン、ギュルルル。3種類のセリフ見よう。うぞぞぞ。ピチャピチャ。うぞぞぞって何？ほふうほふう。すげえね。ぐぶぐぶ。あぎゃぎゃぎゃう？アンギャース。お、海の守り神。ふう。のそのそ。あ、てんてんてんか。もう一個のセリフが。塩水はちょっとばかり苦手じゃのう。なんで海にいるの？ほほ、わしに何か用でもあるのじゃな？わしこそが真の水の王なのじゃ。水の王か。海じゃないんだ。あとは、あ、暗黒つもり。てんてんてん。ぬぬぬ。カリカリカリ。まあ、こんなもんかな。お化け名刺。あ、ブヒャキャキャ、間抜け面がまた来たな。お前なんかと話したくねえよ。ひでえな、こいつな。なんだ、何かよ。俺様忙しいんだよ。ちゃちゃぶそ。俺と泳ぎで勝負しないか？海はいいよな、もう最高。ズブズブズブ。ジャバ。ズブズブズブ。クギャー。こんなもんか。あれ、ワームスペクターとかどうにんだろう。あ、待って、あそこか。やっぱ海の海底のエリア。サンゴみたいなエリアとか、そんなとこにいるのかな。まあ、どう考えてもそうだよな。よし。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回はね、もう魔物回収も大詰めになってきました。ね、こう捕まえとけばね、後々楽だよね。何捕まえてないとか、絶対忘れるんで、捕まえられるとき捕まえた方がいいんでね、このゲーム。まあ、後でね、じっくり、まあ、クリア後のお楽しみとして回るのも手ですけど、何かしらだってさ、肉使わなくても仲間入、肉じゃねえや。魔物ならしじゃなくても入るときあるから、ね、人間そんな覚えてられないじゃないですか。なんか人間ってね、一回見たものとかって絶対覚えてるらしいんだよ。だから、記憶のなんか引き出しってよく言うじゃないですか。だから忘れないじゃん。だからすっごい昔で何かのきっかけで思い出すってことは、頭のどっかになかったら思い出さないじゃん。もう完全に、もうパソコンじゃないけどさ、全部消去して、ね、昔のデータ引っ張ろうとしても出てこないでしょ。完全に消えたってことじゃん、それって。だけど、もうちっちゃい時のさ、例えば自分が本当に物心ついた時の記憶とかあるじゃないですか。何かのきっかけでそんな思い出したりするときってないですか、皆様。自分あるんですよね。それで、ってことは、もう何十年も忘れてたってことだよね。たまにこういう哲学的なこと言うけど、なんかそういうの好きな方いるみたいですね、私のこの実況が。だから、自分も結構そういう話好きなんで、ね、そんな話とかそんなコメントとかね、書いてくれれば自分もね、ちょっと食いつくと思いますんでね。まあ本当にコメントは基本自由ですけどね。もう本当に自由だからこそのやっぱルールとかマナーがあるかなっていう感じであって、もう常識の範囲内でしたら別にコメントはね、いくらくださっても構いませんのでね。
だ今ドラクエ7なのにドラクエ7をやめて8やってくださいとかここに書くことじゃないから、そういう常識の範囲外で、範囲外でのことはやめてほしいんですけど、ね、こんなとこまで来てやめるわけないじゃんって話だからね。はい、ということで今回こだわりたいと思います。じゃあ次回は残りモンスター回収頑張っていきましょう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。